プログレス M1 から4は、ロシア連邦宇宙局が、国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた、プログレス補給船。NASA では、プログレス2や 2P などと称する。プログレス M1 型であり、シリアル番号は253だった。M1 から4は2000年11月16日1時32分36秒に、バイコヌール宇宙基地1号発射台からソユーズ U で打ち上げられた。 同年11月18日3時47分42秒に ISS のザーリャモジュール、ナディアポートにドッキングした。なお、クルスドッキングシステムは、ドッキングの誘導に失敗したため、手動の取るドッキングシステムでバックアップを行い、ドッキングした。2週間ドッキングを続けた後、12月1日16時22分52秒に、ドッキングを一度解除した。ドッキング解除の後、 プログレスは25日間の飛行を経て、12月26日11時3分13秒に再ドッキングを行った。クルスシステムの障害は解決していたものの、一度目のドッキング試行の中止に利用した手順がアンテナの引き込みであり、再展開ができない不可逆なものであったため、一度目のドッキングと同じく取るシステムが利用された。ドッキングは6週間続き、 2001年2月8日11時26分4秒にドッキングを解除した。同日12時59分に軌道を離脱、宇宙機は太平洋上の大気圏で燃え、燃え残りは11時50分頃太平洋上に落下したとされる。M1 から4にはクルーのための食料、水、酸素や科学研究のための装置類が積まれていた。ISS に搭乗する。 長期滞在のクルーのための補給として、初めて挙げられたプログレスであり、M-15M までの間では、ステーションと二度ドッキングした、唯一のプログレス補給船であった。ありがとうございます。